ですね、吉村さん。広島出身なんですよ、西村さん。あ、広島、はい、どこ？呉です。またいいとこやね、はい、やんちゃなとこです。もう、わしはそうじゃけど、もう、やっぱり広島あるあるってちょっと聞きたいことがあってですね、広島県民って全員ファーカップファンのような気がしてならないですよね。なんかやっぱり全て広島の人たちはカープカープカープみたいな、なんか福岡だったらホークスのファンもいますし、ジャイアンツのファンもいるし、阪神のファンもいるという感じで、広島だけはなんかやっぱりそのカープ愛が強いなって思ってましたね。せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレーボールよろぴこ。自分たちの頃って、はい、まあまあ親父の影響って当然受けるじゃないですか、はい、で親父が阪神ファンやったんですよ。ほうほう。あの藤村文夫さんとか、うんはいはい、そういう方がいて、はいはい、親父阪神ファンで、はい、その息子で阪神ファンやったんです。吉岡さんと一緒ですか？阪神ファンです。これ阪神ファンです。安藤元さんのファンです。で阪神ファンやったんですけど、やっぱり地元のカープなんで、はい、カープもやっぱ好き。ああ。やっぱりその頃見られたことはありますか？あの球場に見に本当によく。いくつ違うのかな？11個です。11個か。はい。だから本当小学校の時に広島市民球場に見に行って、あ暴れまくってたもん。キャキャ言われて。超スーパースターだ。本当に。はい。ですよね。はい。そんなあまあ。でも小学校の時にあの高橋芳子さんが背番号2やったじゃないですか、うん、俺小学校の時にあのソフトボールのチームで背番号2つけてました。みんな2くれ、2くれってたらしいな、当時憧れて、はい、やっぱそうなりますよ、はい、キャッチャーなのに普通だし、はい、憧れが、今日もね自分もそうやろうそうですよ、前髪また今日も自分で切ってこない。いやもう本当に超スーパーサイです。いやですよね。いや本当あので、一緒になかなか、時代が被ってはないと思うんですけど、はい、やっぱり西村さんから見た芳彦さんっていうのはどんな感じだったでしょうか？いやいや、超スーパースターですよ。あ、はい、で、それから、はい、高橋芳彦さんが、はい、やってるプロ野球を、はい、あんまり見る機会がなくなるんですよ。あ、自分が練習したり、自分の練トレーニングで。そうですよね、はい、それも広陵行かれてますもんね。はい、で、広陵高校、はい、金本さんと同級生ですよ。広陵金本と同級生です。で、なぜか転校されてるんですよ。ちょっとやんちゃだったんですね。言っていいか。広陵を違うとこ行ったら広陵から、はいはい、香川県ですよね。香川県行きました。相当やね。そういう風に言われました。あそこの広陵って山の上の時も、はい、山の上の、はい、学校の時、はい、俺2軍の時にさ、あの時にあそこで練習させてもらったもんな。そうなんですよ。広陵高校で高橋芳子さんは来られないですよ、はい、スーパーさん、はいはい、2軍の人が、その時代もやっぱり練習ですか？あの広陵のグラウンドで練習されてたんですよ。来るなよって思ってました。だから自分ら朝早くから起きて、はい、全面きれいにグラウンド整備して、はい、で、授業中、はいはい、なんかカーン、木製の音が聞こえるんですよ。昼休み、またフランス選手だよ。来んなやって本当に思ってました。でも本当に2軍をね、借りてた。球場がなかったから、はい、三菱とか、いわゆる県営とか、はいはいはい、あと広陵高校、だから俺は広陵事件を起こして、広陵事件ですよね。寺子さんに無事殴られて、で走って逃げて、俺が門限破るもんやから、お前、俺約束してさ、寺子さんに、よしえか、お前破るな、はい、破りませんって次に破って、広陵のガックグラウンドであそこでボッコボコ殴られて、で俺逃げて走って逃げて、あそこからずーっと遠いやん、はい、賢いんや、
タクシーの時それがですね、でもその当時のカープの選手の間で走って帰ったっていうことになってたんですよでみんなこのチャンネル始めていろんな大見に来てて、あれタクシー乗って帰ったんですかみたいなあそこから市内まで走ってか、ミサさんまで走って帰れんやろうが、まあまあありますね、まあ距離あります、まああるやろ、はい、そこはね、結構ね賢かった、途中でタクシーに乗ったのを覚えてる寮行けば金があるからで、まあ、プロ野球の世界で、まあ、吉彦さんがちょうど、ロッテに行かれてますもんね、西村さんが入った時代ぐらいですね、はい、で吉彦さんロッテから阪神に来られた時に、実は対戦はしてないんですけど、西村さん先発の時、吉彦さんベンチにいる時が一試合でかぶってるんだね、はい、そうなんですよ、はい、聞いたら、はいはい、そうなんです、一試合もうその時俺も阪神でもうへそ曲げてる頃やから多分野球なんて裏でスイングしてるつもりでこう油打ったからねだから西村さんも吉彦さんが阪神のユニフォームを着てる時に会ったことがあるって言われてましたよね、はい、あの時はねもうね新庄が入ってきて、亀山新庄が入ってきて、はい、それで真弓さんがいたや、はいはい、岡もいたや、はいはい、で俺たちも年寄りだったから、はい、面白かったのさ裏でさ阪神のベンチの2部屋あるよな、奥に、はい、で、ダッグアウトの上に部屋があって、その奥にスイングする場所があったの、はい、俺と真弓さんがずっとスイングしたけど、平田が、はい、二軍監督よ、二軍監督平田が、はい、ああもう、おじんたちよ、いらんやろってパッて、なんか言ったお前いやいや、何も言ったって真弓さんとの2人でもう年寄りいらんやろって言ってんぞあ平田なんか今何か言ったかって真弓さん言ったんですまあその頃はそんな状態だったからね多分一試合だけ一試合だけみたいですねあと逆にその西村さんから見てたそのカープって広島カープってどんな感じだったんですか当時当時で言うとあのヤクルトがすごい勢いよく強くなってる時で、はい、ちょっとあんまりこう怖さ強さっていうのは感じてなかったそうだよな、はい、もうな強かったですもんねヤクルトが今度はだって野村さんの時やろ、はい、そうですねどんな野球やってた野村さんいや当たり前のことじゃないですか野球やるのに相手のことを調べて準備してでできるだけ自分の中でその、自分の調子と、はいその場面で自分がそのバッターよりも上回ってるんだったら自分の力でいけばいいし あトントンやなちょっと劣ってるなっていう時だったらそのデータ生かせばいいし当たり前のことだと思うんですよねあそういうことねバッターと一緒やね、はい、それはね、はい、当たり前のことだと思うんです小葉監督があの野村監督の一つ下らしいですねあそうなんだ、はい、それで南海の時に2年間お世話になって、うん、で小葉監督が野村監督のことをお兄ちゃんっていういう表現で呼ばれてたみたいですね。でそこでいっぱいその、後のカープ野球をたくさん学ばれたっていう。もうそれは南海の野球やってたからね。はい、野村さんの野球やってたから。はいはいはい、カープはそういう面ではそうかもしれない。完全にそれを小葉さんが継承されてはめ込んでいったのが吉彦さんたちみたいですね。まあまあな。ですよね。すごいねでも、はあ。すごいんですよ。ということは。え日本一3回になってるの 2回です2回になってるはいあとセ・リーグとかパ・リーグでのリーグ優勝ですよねリーグ優勝、はい、はいはいはいそれもすごいですね最高何勝したん15ですか15はいだから最初の3年ぐらいでもうほぼ壊れました肩はいなんかそんなイメージはありますよね、はい、あの頃野村監督バンバン入ってきて200イニング近くを投げてますもんね毎年3年ぐらいで壊れました壊れますよね、はい、まあ簡単に言えば野村再生工場野村監督再生工場って言うけど甲子も、はいはい、も入っとんね甲子もあると思いますいや使いたくなるわないいピッチャーないやちょっとかわいそうやったのがあの伊藤とそうですね伊藤ね、はい、あのスライダーの、はいうん、いやどえらいピッチャー入ってきたなと思いましたよすごいピッチャーでしたよね、はい、ボール前飛ばなかったですもんあ確かに、はい、短かったよね、うん、短かったですねそうですね、うん、入って5月ぐらいから7月ぐらいの間に110イニング109かぐらい投げて、うん、故障でいなくなったんですよ2ヶ月ぐらいですよね、うん、だから1年間投げてたら300イニングは投げんじゃないっていうすごいね あれほんとすごかったであそこでちょっともう故障してね、はい、やっぱありますよね
今でも本当故障が少なくなってきただろうな、はい、ピッチャーもな、はい、6日ですもんね。だろ、はい、うん、6日で100球ですから。そうですよね、はい、確かにそうですね、はい、延長とか関東とかあの辺がなくなってますよね、はい、で本当ね、昔聞いたら平松さんがさ、はい、ちょっと聞いたことあるんだけど、だんだん自分が細くなってるのを感じたと投げてて、へあでもまあまあ水分、あのベンチで水分取りながら投げてるんですけど、はい、試合終わった時には3キロ4キロは痩せてます。そうやろ、はい、野手の俺でさえ2キロぐらい痩せる、うん、走り回って。そうですよね、うん、はい、ピッチャーフルですからね。痩せてます。吉井子さんからしたら、まあ、対戦はしてないですけど、西村投手、西村さんでどんな感じ。南の町でご飯を食べてなんだこれっていう衝撃が事件ですよまだ西村さんも入ってない時代です。これ吉井子さんの時代なんですよね。あ、懐かしい、はい、この辺をこう語っていただけたらなと。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もありがとうございました。それではゲームセット、次回もよろぴこ。